皆さんこんこにちは旅プロカモチャンネルです今回から15回ぐらいになるかと思うんですけども先月22日から26日まで四国とあと東北へ旅行してきましたでその内容についての話をしてみたいと思いますで今回は初日の四国でこの日は愛媛県のマイ,マイントピア別市という鉱山の あったところに行ってきましたのでその話をしてみたいと思いますよろしくお願いいたしますではその時に撮った写真を見ながら話をしてみたいと思いますスタートは JR 浜松駅ということでまあ、私浜松市に今在住してますのでこちらが起点ということになります で、えっ、ー、と、これ EXIC カードという JR 東海のカードなんですけども、まあ、こちらを使いますと、えー、座席指定券とか何度でも変更できますし、値段の方も自由席を使うよりも少し安いということで、こちらを使っていきました。浜松駅ということなので、新幹線の 途中のコンコースのところにはこういうふうにピアノの展示というのがされています。まあ、これ、河合とヤマハが確か交互にいつも展示をしています。で、まあ、浜松6時32分発。で、これ、静岡市発の小玉になるんですけども、で、えっ、ー、と、こちらの方、まあ、結構見ていただく通り、だいたい並んでいる人が各、まあえー、各出口のところで5人から10人ぐらいいるかどうか、まあ、そのぐらいの感じです。 で、まあ、やってきまして、G、まあ、席見ると、やっぱりこの列車はだいたい空いてるので、まず座れないことはありません。で、これで名古屋まで来まして、で、名古屋で光号の広島駅に乗り換えということになります。 で、まあ、こちらも11号車の指定席に乗っていったんですけども、やはり乗車率3割くらいということで結構空いていました。ですね。まあ、こんな感じです。まあ、ちょうどこの日から GoTo キャンペーン始ま、GoTo トラベルキャンペーンが始まったわけなんですけども、まあ、本当気合い入れて乗ってるのかなと思ったら全然そういうことなくて、ああ、そういうもんなんだなと思いながら乗った記憶があります。 これが新神戸で、これが途中の西明石ですね。で、この新幹線で姫路駅まで行きました。で、姫路に8時49分に到着をしまして、で、ここから降りて、駅のすぐ近くのレンタカーのところまで歩いていきます。ここは実は2度目になるんですけど、トヨタレンタリース兵庫、姫路駅前店というところで、 もともと、ウェブを使って、ウェブの会員になってますので、それを使って予約をしました。で、まあそれの登録しておきますと、あの実際、チェックインというか、借りるときなんですけども、まあ、免許証の提示はもちろんし必要なんですけども、それ以外のところというのが、まあ、保険の説明とかそういったところもまあ省略されると、あとは車の、まあ、外観の点検とかをして、でもそのまま、 まあそういうところが非常に、まあ、5分10分ですけどもあの省略できるということでこのシステムを使ってます。で今回当たったのが、まあ、トヨタのヤリスという車で、まあ、結構スポーティーな感じで小気味よく走ることができました。でまあ初日は車での移動というのがほとんどになります。 まあ姫路の駅のところから、目的地はこの日は、まず愛媛県の新浜にあります、道の駅マイントピア別市というところまでです。で、まあ、山陽道を通っていきまして、通常ですと瀬戸大橋を通る方が近い感じ、まあ、実際近いんですけども、まだ車で実は走ったことのないしまなみ海道がここにありましたので、ちょっと遠回りになりますけども、まあ、このしまなみ海道を通ったルートで、 撮ってみましたここれが途中のの瀬戸パーキングエリアのところですで、まあ、そのまましまなみ海道に入っていきましてでまあ瀬戸内海こまめに渡っていくんですけども、まあ、それぞれの島の間の橋のところは <laughs> まあ幅が50メートル100メートルそのくらいということで非常に短いので。 本当にこんな、これが瀬戸内海なのかなという感じでありました。まあ、来島大橋渡るときだけが、ちょっと海渡ってるなという感じがありました。これ、途中の瀬戸田のパーキングエリアで、えー、こちらはたたら大橋という橋です。ここは歩いていくこともできるそうです。 で、ここのところを通っていきまして、で、えっ、ー、と、一旦今治で降りて、で、その後バイパスを走った後、再び高速道に入りまして、途中の石土山というところで、これもトイレ休憩ですね。本来は食事したかったんですけども、ちょっと、まあ、食べるもの、あんまり食べたいものが見つからなかったので、ここはパスして、そのまま、どんどん前へ進んで、 で、マイントピア別紙に到着をしました。で、ここは結構、あれですね、年配の方とか、ちょっと子供連れとかもいたりというような感じで、まあ、余裕で、まあ、車の方は止めることできましたけども、まあ、結構その平日の割には人がいるかなという、そんな感じでありました。で、まあ、道の駅となってますけども、あのー、観光の 列車というのもありまして、もともと鉱山だったところなので、そこのところをまあ探検というか、見学するような施設にもなっています。ということで、1300円払いまして、中のほうに入っていきます。まあ、資料館みたいなところで、こういうふうな見学するところもありますが、まあ、メインは列車に乗ってというところです。 まちょうどお腹も空いてましたので、えっ、ー、と、ここの名物の手打ちうどんと猪なりのセットということで、590円ぐらいだったかなで、えー、食べていきました。で、えっ、ー、と、こちらの方がその鉱山列車で、えっ、ー、と、平日ですので20分間隔で列車が出ています。 まあ、蒸気機関車の形をしてますけど、実際はまあ、まあ、電気かなんかで動く感じ、バッテリーかなんかで動く感じですので、というとこです。で、まあ、ここに住友のマークがありますように、住友の鉱山でありましたので、このマークが入っています。まあ、全体はこんな感じになっていまして、これが電気、電気の自動車というか、そういう感じになります。中はこれ、客車の様子です。 この先頭のところも乗ることができるんですけど、ちょうどここにまあ子供連れが入っちゃいましたので、まあ、ここはやめて、まあ、後ろの方の車両に乗ったというところです。で、これアナウンスは確か水木菜奈々さんかな声優のあの方が行われています。確かここにゆかりのある方だというふうに聞いています。よいしょと。なんか出てくるかな そうですね愛媛県新居浜市出身って書いてありますのではいまあ、そのゆかりがあるということで、えーかえー、この方のナレーションで列車の案内がされていきます、まあ、距離的には 400m あるかないかぐらいなんででまあ、そこのところゆっくり5分くらいかけて走34分かけて走っていきますけども途中こちらの橋は実際使われていたところですで 結構、別紙ラインとも呼ばれるような、結構きれいな峡谷になっています。まあ、そういったところを渡りながらという感じで、行きますと終点の駅のところに着きます。で、ここに着きますと、そこから観光行動に入っていきます。 そうですね、ここのところが、その行動入り口になりまして、で、入りますと、中が17.7度ということで、非常に涼しいですね。確かこの日、外は30度ぐらいありましたので、まあ、よっぽど涼しい感じになります。まあ、見学するときは、ちょっと1枚羽織った方がいいかなという感じですよね。で、まあ、中は、 そうですね、結構細かく作られておりまして、こういうミニチュアみたいなのもあったりとかいうものです。これはまあ実際のエレベーターとか、実際に移動するなんかリフトのようなものですね。まあ、これ、まあ、電池で上がってくるんですけども、これに、このカゴのみたいな中に乗って移動をしていったりします。 でまあ、中の見学が終わりましてで再び戻ってきますで帰りは列車に乗らずに歩いていく感じで動いてきました、まあ、ちょうどそうすると折り返しの列車が、ね、たまたま来るところでしたので先ほどの橋を渡る様子というものを撮ってみました、まあ、多分この辺り秋とかは紅葉とかも切れそうなのでいい感じかなというふうに思います まあここも実際に使われていたところですね。まあ、第四通道と呼ばれる鉱山への入り口ということになります。まあ、こういったところを本当に列車、トロッコ列車が走り、あの線路が中巡っていたような感じだそうです。でそこを出ましてで、今度は別の場所にありますけど、東ル地区という場所があります。 と拡大をしていきここ、まあ、まあ、マイントピアというところになりまして、でここから車で,そうです、ね、15分、20分ぐらいかかる感じですかねで。先ほどの列車で行ったところがここから、でこれが先ほどの,あの中に入る入り口というところです。 ですので、ここが先ほどの駅、終点の駅のところです。で、この辺りをずるっと回りながらという感じだったんですけども、で、まあ、そのまま今度、この県道47号線をずっと走っていきまして、途中、ループなんかもあるんですけども、しょ、しょ、しばらく走っていきますと、まあ、この非常に細い道あるんですけども、こちらを通っていきますと、 こちらの別紙道山東ル地区というところに向かっていきます。これがその途中の始動なんですけども、まあ、こんな感じの非常に細くてで、カーブも続くような道ということで、まあ、結構走り慣れてない人には大変かなという場所を通っていきます。で、まあ、ここは駐車場を無料で止め,られ止めることができますし、結構台数も多く止められます。 で中を、まあ、行きますと、これホームの後らしいですで。この上のところがなんか工房みたいな感じになって作られている方がいました。ここですね、マイン工房で。そのマイン工房のところからちょっと歩いてみたところに展望台があります。でそれより先行こうとしましたら、まあ、こんな感じで潰れてますので、もうここから先はいけません。 で、まあ、戻ってきまして、これがまあ東洋のマチュピチュというふうに呼ばれているところですね。まあ、これは上から眺め,た眺めた場所になりますので、ちょっと下の方まで降りていくと。まあ、そうしますと結構な段数、200段ぐらいの階段を降りていきますので、まあ、降りるのはいいんですけど、帰るの嫌だなと思いながらまあ頑張っていきました。まあ、こんな感じですね。 でまあ、一番下まで降りていきますと、まあ、下から見るとこんな感じの景色になります。まあ本当にもう廃墟という感じですので、でまあそれでもレンガ造りの非常に強固な建物だなということがよくわかります。まあ、ここはあの車高だったところらしいですね。 で、まあ、ちょうど雲とかもかかり始めまして、まあ、こんなイメージなのかなというところをつかみながら登っていきました。まあ、戻ると結構、階段登りますと結構疲れました。で、そこから、まあ、再び道を戻っていきまして、で、まあ、今日、泊まりの宿のとこまで向かいます。で、この日の泊まりは、えっ、ー、と、どこだ、どこだ。 よいしょまあ、徳島県になるんですけども、こちらに矢、ま、野、あ、かずら橋という有名な橋があるんですけども、そこの手前のところに、宮、まあ、谷温泉ホテル秘境の湯というところがありますが、ここが初日の泊まりの場所になります。まあ、ここまで移動をするというところです。というところなので、 まあちょうど端と端に寄せましたけども、この辺り、もう少し下のところに東成地区があるんですけども、通常で行けばまあ高速で行って、もしくは並行する国道11号線を通って、こちらの32号線で行く感じになるんですけども、やはり自分の場合は下道好きということもありまして、この県道47号線をどんどん下がっていきました。 遠なる地区から出てきて。で、まあ、県道47号線行きますといきなりこんな感じですね。まあ、結構な上り坂になるんですけども。 まあ道自体はあのそんなに狭くも広くもなくという感じになるんですけども、ちょうどここがあの天空のコーナーのヘアピンカーブのところです。まあ、こういうところを通りながらずっと走っていきます。まあ、ほぼ対向車ないような感じでしたかね。<laughs> まあ非常に快適だったんですけど、これダ大英ーザトンネルのところですが、これ実は先のところが霧で真っ白くなってまして、大丈夫かなとかって思いながら、 まあ進んでいきますそれがこの大英山トンネルでありまして、でまあ、ここを出ていきますと、しばらくはまだちょっと細い感じの道を通っていくんですが、まあ、しばらくしますと、あのダムが近くなってきますので、まあ、それもありましてか、片側1車線の結構整備された道を走っていく感じになります。 でまあ、別紙ダムのところを走っていきまして、まあ、しばらく行きますと、まあ、駐車場があって、でここからは、まあ、ほぼ登山みたいな感じになるんですけども、あの同じように別紙道山の跡地になっているところがずっと山の方に向かってあるようです。まあ、本当に心配も回りますと1日がかりになるというふうに言われています。一の第通道と 呼ばれるところまで行くと、本当に上の方走っている列車の跡とかも見られるとか、まあ、そんな話も聞いたことがあるんですけども、まあ、非常に大変だと、第1、第3、通道あたりまで、まあ、そんな感じのことを言われていました。で、まあ、そんな感じでどんどん走っていきます。 でまあ、この辺りはずっとあれですね、あの道の方も整備されてますし、対向車もほとんどない、なくて信号機もまあほぼないので、ずっと快適に走っていくことができます。で、まあ、途中まで行きますと、この県道47号線が、こちらの高知から来る県道6号線と合流しまして、県道6号線というふうに名前が変わっていきます。 で、まあ、名前が変わりましても、まあ、こちらの方は実は、よいしょ。あれでね。こちらの方もずっと、道の方はずっときれいな感じで来きます。ちょっとバグったかな。よいしょ。もう、ひたすら県道6号線は、 になっても非常に安定した感じで、ずっと走っていきます。で、まあ、隣。側の方を見ながら走っていく感じになりますので。まあ、非常にここら辺は。眺めも良かったです。で、で、ずっと限度六号線、まあ、この辺り行きますと、ダム、ダム湖と。 もう川を眺めながらあと、まあ、ずっとセミの声とか聞きながら走っていく感じになります。よいしょよいしょ。で、まあ、県道6号線をずっと走ってきまして、よいしょ。 でいきますと、ここがちょうど県道6号線が、まあ、つきまして、でこちらの保護トンネルの方へ向かうルートと、国道319号線の方へ入るルートというのに分かれていきます。で、こちらの中の方に入ってくくルートを選んでいきました。で、入ったところが、まあ、いきなり細くなりまして、正直、まあ、ちょっと後悔したかなという感じではありました。 まあ時間的にもちょうど夕方4時、5時ぐらいに、5時ぐらいになるところでしたので、対向で戻ってくる、まあ、車とか、ちょっと何台かすれ違って、大丈夫かなと思いながらという感じでありました。まあ、見ての通り、これぐらいの細さということで、まあ、行き違いするのも、あんまり場所がないようなところで、まあ、この辺りまだ、 いいんですけどこんな感じでもう木陰の中に入ってきますと行き違いするのも困難な感じでどのぐらい走るんだろうなっていう感じですけどナビで行っても延々と走る感じでしたでまあそういう中をずっと走っていきましてでまあしばらくするとちょっと開けてきてまあほっとした感じになります で、まあ、ある程度行きますと、このシングダムという場所に来ますので、まあ、ここまで来ると、道が整備されて開けてくるので、ああ、これで大丈夫かなと思いました。で、えっ、ー、と、高地道を、まあ、通、高知道のところをくぐりまして、で、さらに進んでいきます。まあ、このあたりも道が整備されて、いい感じになっています。 こんな感じで。ずっと走って、まあこれでもうあとは大丈夫かなというところですね。よいしょよいしょ。と思ったらまたちょっと細くなりまして、また大丈夫かなみたいな感じにはなったんですけども、 途中ちょっと通行止め、時間帯通行止めの場所とかもあって、ナビの方が通行止めって出てたんでビビったりもしたんですけども、ちょうどビビるあたりがこういうふうにまた木陰の細い道になったので、大丈夫かなとかって思いながら走ってはいきましたけども、まあもう本当対向車もほとんどなくなりましたので、結構気持ちよく、もちろん、 も注意しながら走ってますけども、快適に走ることができました。で、まあ、だいぶ走ってきますと、もう、また一車線、車線も広くなってきましたので、まあ、これで今度は大丈夫だろうなという感じです。で、えっ、ー、と、JR 土産線のところをくぐりまして、国道32号線へと出てきます。 で、国道32号線を出まして、で、結局大駅、大ぼけ駅までずっと走っていくということになります。よしと。で、国道32号線行きますと、小ボケと、あと大ボケという峡谷があります。で、この大ボケの駅ですね、JR 大ぼけ駅のところで、まあ、夕食、あと朝食を購入という感じになります。まあ、宿 ルームチャージのみということで,で、注意事項のところに、ここのところに周辺に食事をする場所が全くありませんので、あらかじめ購入しておいてくださいと、まあ、素泊まりなのでということで。ということで、あらかじめ、まああのー、リサーチしておきました、ここのポケマートと、名前がちょっと面白いんですけども、 1> ここ1号店2号店が隣にありまして、で、ここの、まあ、いわゆるスーパーですので、こちらで食事等を購入していきました。で、これが、まあ、大ぼけ駅の様子になります。こんだけ立派な感じなんですけど、実は無人なんですね。で、まあ、こんな感じのノートとかも実はあったりします。 なんかちょっと異様な雰囲気のあったりするんですけども。で、ここで切符を買いまして、中に入っていきます。じゃあ、レンタカー、車どうしたのっていう話になるわけですけども。実はこのポケマートに最初止めようかと思ったんですけど、ここは止めちゃいけませんよということでありましたので、泣く泣く、ここですね。 まあここに実は何台か止まってるんですけども、まあ、ここ止められましたので、ここのところに止めて、まあ、これずっと降りていきますと大ぼけの駅ですので、こちらまで歩いていったというのが現実です。で、一本列車を見送りまして、でなんかちょっとこの変わった まあ座るとどうしてもくっついちゃうよというベンチとか何か変わったものもありますけども先ほど言ったポケモンートですねまあそういったものを眺めていますと列車がやってきますこちらは岡山と高松に向かう特急四万とあと南風号ですねで列車は TSE という2000系の列車になりましてでーゼルカーですでこちらの方は まあもう今、JR 四国の主力の列車になってまして、でカーブを曲がるときに結構思いっきり車体を傾けて曲がることができますので、まあ、若干気持ち悪くもなるんですけども、まあ、それが特徴の列車ということになります。で、まあ、これに乗って、えー、と大ボケから一駅、一駅ていうか、停車駅的には一駅なんですけど、淡池田まで行くようにしました。 まあ乗車時間は20分弱ぐらいですね。ですけども、まあ、25キロ未満であれば、25キロ以下か。であれば、特急料金が330円で。乗車券が460円ということで、まあ、片道790円で、まあ、列車に乗ることができるということで、まあ、私よくこういうちょい乗りみたいなことをやるんですけども、まあ、これをやってみました。 乗ってる人もそれほど多くなかったですね。まあ、車窓から眺める、これ、大ボケ小ボケの渓谷という感じで、こちらの方がよく見ることができます。で、えまあ、列車ですね、こちら、実は前の方が指定席で、後ろが自由席というような感じになっています。 逆だったかで、阿波池田に着きまして、まあ、これ、町中とか駅の周りの様子です。で、ここは徳島線との分岐駅にもなっています。まあ、普通列車は両方とも実は1両しかないですね。 で、まあ見てますと、えー、と折り返しの高地域の特急がやってきます。で、これ見てみますと、黄色なんですよね。実はアンパンマンの装飾をずっとしてありまして、ある3両編成の列車なんですけども、この7月から、7月の19日から新しく走るようになった2700系のアンパンマンカーです。ですので、こんな感じで。 シートもアンパンマンの模様がいっぱい描かれています。でまあ、普通車の方、普通車というか自由席の方はそういったものがありません。でまあ、3号車に乗っていきます。まあ、3号車とかでも一応こう上のところにアンパンマンの模様とか描かれていたりしています。という感じで大ボケまで。 また戻っていく感じです、す。こちらが1号車のアンパンマンシートと呼ばれる車両です。ですので、ここはもう本当にアンパンマン一色になっています。ですので、こんな感じでもうシート自体、シートの逆化を取ればよかったんですけども、あのアンパンマンシートというものになっています。ただ、全車、ここの部分は指定席ということになりますので、今、JR 四国が 3日間のみんなでみんなで四国切符とかいうのを出してますけど、あれは自由席しか乗ることができないので、この車両乗ることができないんですね。ということもありますので、まあ、できればバースデー切符とか、そういうフリー切符を使ってみて、乗っていただいた方がいいかなというふうにも思います。まあ、たまたまこの時は、この1号車のこのシート、誰も乗っている人がいませんでした。 自分だったら間違いなくこっちにって乗ってるはずなんですけどね。本当にアンパンマン一色だなというのがよく分かります。まあ、逆に言うとグリーン車の方はちょっとそういう感じのものではないんですけども、まあ、本当こういうところに乗ってみたいなという感じをしました。で、まあ、列車を見送っていきまして、 で、もう戻ってくるともう7時しかかったんですけども、もう当然この時点ではボケマートは閉まっています。で、その後車で走っていきまして、で、ホテル秘境の湯に泊まっていました。ここは日帰り温泉の施設にもなっていますので、非常になんていうのかな、結構広々としたお湯、で結構つるつるっとした感じの お湯でしたので、まあ、さっぱりと汗を流してゆっくりすることができました。でまあ、部屋の方もあの和室想定してたんですけども、実は洋室の本当のシングルルームということで、まあ、自分としては非常に都合がいいとかいう感じでありました。で、確か出発前にクーポン、3500円高割引のクーポンを使いましたので、 普通常ですと、8250円のところ、4750円で泊まれました。まあ、あと、プラス入湯税150円はベッド払いなんですけども、まあ、5000円くらいで泊まれましたので、まあ、そこは満足というところです。まあ、ボケマートで買った夕食、まあ、これで460円なんですけども、まあ、こんな感じで、本当に旅行中の食事って結構実は質素に過ごすことが多いので、 まあこんな感じの食事を済ませていきました。ちなみによる、えー、と次の日の朝は同じボケマートで購入をしたドラ焼き、大きな大判のドラ焼きですけども、160円ぐらいだったかな。それを食べて済ませるという感じでいきました。まあ、もちろん、朝風呂もありましたので、翌朝は朝風呂に入ってから出発ということになりました。 まあこんな感じで1日目をまあ過ごさせていただきました。では、今回の内容は以上になります。ご清聴ありがとうございました。